皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋孝子です。本日のテーマは、教室業の SNS の正しい使い方、動線を整理して効率的にメディアを使おうというお話になります。多分ちょっと久しぶりに、動線設計のお話をね、ちょっとしたいかなと思うんですけれども、まずですね、なんでこの話しようかと思ったかっていうと、こういったタイプのご質問が来るんですよ。ブログ一生懸命更新してるんですけれども集客できないですとか、インスタグラム、インスタグラムは集客しやすいよって聞いたから、やってるんですけれども今一つ集まりませんとか、 YouTube 動画がいいよって言うからやってるんですけど集まりませんとかね、よく聞くんですけれども、もちろんその一つ一つの正しい使い方っていうのは一単元一単元それぞれに特徴があるので、それがまず合ってますかっていうのもあるんですけれども、それ以前にですね、全体を理解してそれを使ってるかっていうことが結構大きなポイントになっていて、でそれをちょっと今日は改めてですね、現状たくさん SNS も増えてきてるので、全体設計の考え方をした上で今どこにいる、今の自分の位置を把握するっていう、解説を本日はしていきたいと思います。まずですね、ちょっと久しぶりにホワイトボード的なマイホワイトボードなんですけどね、こちらの方にちょっと書いていきたいと思うんですけども、まず一つがアーンドメディアとオウンドメディアとあとペイドメディア、こんな感じでですね、アンドメディア、オウンドメディア、ペイドメディアというこの3つがまず基本にあって、それぞれにメディアで横文字が出てきたよということで皆さんゾッとするのかもしれないですけれども、アンドメディアは SNS 関連の主に無料のタイプのものですね。無料のものっていうとどうですかね、皆さんね、アメブロとかブログとかね、インスタ、YouTube、Twitter、あと Facebook とかでしょうかね。こんな感じ。ね、こんな感じで、アンドメディア、認知のためのメディアになります。はい。で、それに比較してオウンドメディアっていうのは自社のっていう意味なんですけれども、例えば、ホームページであったりとか、ホームページはおすすめはワードプレスなんですけどね、もう自分のところでやってるブログ、メインの、その自分の自社の中にホームページの中に更新しているタイプのブログと、外部のようなアメブロとか、ライブドアブログとかシーサーとかエキサイトとかいろいろ外部ブログとかがありますけれども、そちらはアンドメディアで、オウンドメディアはホームページ、自分の自社ホームページとかですね、主にワードプレスがおすすめなんですけれども、自分のところで持っているホームページ、あとペイドメディアは広告ですね。広告はいろいろと連動します、ね、こんな感じで連携連動するんですけれども、YouTube とかもありますし、 Facebook とかもありますし、インスタも広告ありますし、あと昔から言われる PPC って言われる広告、 Google とか Yahoo を使った広告とかですね、いろいろあるわけなんですけれども、おそらく教室の先生業だと広告を上手に駆使するっていうのは多分操作的に若干難しい、まず一つの難点があるのが、その管理画面そのものが若干複雑かなっていう印象がありますね。
あと広告文章を上手に作れないと響く人に響かないので、結局お金がだだ流れになくなってっちゃうっていう感覚があるので、そもそもキャッチコピーとか、文章をこう人に注目してもらえるような文章とかコピーライティングって言われるのができない場合には、なかなかそれをうまく運用するっていうのはちょっと難しいかなっていうふうに思うんですよね。だからペイドメディアはもちろん使った方がいいんですけれども、少しだけ難易度高いかな。まあ、こんなメディアがあるとします。で、ただメディアがいっぱい闇雲にやっても意味がなくて、基本、まあ、皆さんが欲しいものっていうのが、まあ、アクセスって言われる、自分のウェブサイトに人が来る状況ですね。引っ張ってくるっていう。で、ウェブサイトで、ファースト、ステップ、セカンド。まあ、こんな感じでですね、アクセスがあって、ウェブサイトに来て、ファーストステップは、まあ、何かしら買ってもらうとかなのか、人によってはメルマガ登録なのかもしれませんし、で、その後リピートを何回か繰り返すとか、まあ、シンプルに言うと、この動線をしっかり作っていかないといけなくて、このアクセスで集める部分において、まあ、このアンドメディアっていう認知の部分は結局ウェブサイトに来てもらわなくてはいけないので、この辺りのツールですね、これを使ってウェブサイトに来てもらう。もちろんウェブサイトの出来が良ければ Google とかですね、 Google とか Yahoo とかでの表示順位が、まあ、上の方にいると見つかりやすいは見つかりやすい。なので自然と、まあ、検索されてくるようなイメージももちろんあります。私は基本そのやり方を推奨しているタイプ。これはツールで使って、さらにここを見てもらうために使うんだけれども、こちらの方単体でも集客できるように、そもそもホームページをそういう作り方で作りましょうということをお勧めしています。ですので、まあ、一番最初に手をかけてほしいのが、ブログをたくさん更新するとか、 YouTube をたくさん上げるとか、 Instagram をたくさん上げるとかっていうのは、認知は高める上でもちろん必要なんですけれども、それは核になる自分のブランド、まあ、ホームページですね。これがきちんとできた上で使う方が、遠回りにならないですね。よくそのブログやってるんですけど集まらないですとかいう方は、ここにいきなり取り掛かっちゃってるので集まらない。こちらをしっかり作った上で破綻がないように統一性を持たせて、この発信を全て合わせていく。ということが必要になります。じゃあホームページが核になるって言って、じゃあ何なの、どう核にしたらいいのっていうのは、単純にその皆さんの事業が誰のために何を提供する、そういうサービスをやってる人なのかということが分かりやすくホームページに書かれてあり、そしてそのホームページの内容が、まあ、何かしらのキーワードとかで検索して訪れた人がポンってやってきた時に、あ、そうなんだ、これ私のために必要なサービスだねっていうのを気づいてもらえるように書いておかないといけないんですよね。それはいきなりキーワードで来る人もいるかもしれないし、あなたが努力して作った SNS から引っ張られて人は来るのかもしれないですけれども、どのみちウェブサイト自体がぼんやりした作り、まあ、よく料理の先生とかに言うんですけれども、少人数制、楽しく健康的な食事を作れるようになるとかね、その形だと、全然こう誰がど何のために行ったらいいのかわからないから、まずその目的っていうのをはっきりさせてあげる必要があって。
料理教室が多くない時ははっきりしなくても勝手に人が来てたんですけれども、今は料理教室が多いので生徒さんも選ぶ立場になっちゃっています。ですから〇〇ができる専門教室っていうような形で打ち出す方が選ばれやすいっていう状態になっています。なので、まず自分の教室が、どういうタイプの教室なのかっていうのをしっかり見定めなくちゃいけなくって、でそれに合わせてその教室にふさわしい人を集めるのに、まあ、この辺りを使っていくっていうことですね。でそれが足りなければさらに広告を使っていく。で本当はこの3つってバランスよく使う必要があるんですけれども、特にお金がかかっていくので、この辺りは少し教師の先生には難易度が高いですね。はい。でお金がかかんないから、じゃあこれすごい万々歳じゃないですかっていう人いるかもしれないですけど、時間かかりますからね、これ。この辺り、広告は後々の財産にはならないけど、瞬発的に人を集める力はあります。うまく広告文章とかが作れたり、うまいタイミングで出すことができれば。その代わりこちらはめちゃめちゃ時間がかかるんですけれども、人柄とか人となりとか、その人自身が好きっていうようなファンを作っていくのに非常に有効なのがアンドメディア、SNS って言われる部分なので、すぐにはね来ないんですよ。残念ながら。すぐには来ない理由は多分お分かりになると思うんですけれども、人って、その人のことを、特にウェブ上ですね、すぐには信用しないですね。はい。商品を購入するっていうのは、信用したから初めて商品を購入するのであって、信用しない人からは商品って買えないんですよね。ということは、信用をウェブ上の二次元上で対面もしてないのに信じてもらって買ってもらわなきゃいけないっていうことは、発信が嘘がないかとか、発信がムラがないかとか、発信が一貫性があるかっていうことも全部見られた上で、あ、好きだなということになって、じゃあその人から商品買おうという話になっていくので、もう時間かかるんですよ。だからブログね書いてるのに集まりませんとかいう人に聞くと、もちろん圧倒的に量が少ないケースはあります。週1とかだとお話にならないんですよね。特に認知度ゼロの人がですよ。認知度ゼロだったら、やっぱりすでにいっぱい書いてる人たちがいっぱいいる中で自分を見つけてもらわなきゃいけないっていうことは、最低でもそこに追いつく量が必要で、でこれはまあ同業他社研究とかにもよるんですけど、例えば私の場合だと横浜の天然酵母のパン教室だった時に、まあ、そのキーワードが最重要キーワードになってるわけなんですけど、そこで調べた時に、まあ、一番になって出てくるところっていうのが当然あるわけで、でそれが例えば相手がブログだった場合にはですね、どれぐらいの量のブログを書いてるかぐらいはとりあえず見ますよね。あとどれぐらいの頻度で上げてるかとか。で自分はそれより下なわけですから、その上に見てもらえる方が確率が高いと思うのであれば、一つやはりそこをベンチマークにして、それよりも上になるような内容とか量とかを検討と検証していかないといけない。でこれがじゃあ、ね、人の手を借りて、誰かを雇って1日500記事あげましたって言ったら、それはねダメなんですよ。Google さんっていうのはもう年々年々賢くなっていて、もうとてもシンプルなんです、評価の基準は。正直者がちゃんと得をする仕組みになっていて、コツ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 毎日1ブログずつ上げる人と、お金を使って誰かの手を借りて1日に500ブログ上げるとか、そういうことは基本 NG で、スパムと扱われる。むしろ順位が下がるというか、圏外になるというか、そういう扱いをする、ちゃんと見てるっていうことですね。だから1週間に1度7ブログを上げる人よりは、1日1ブログを7日間続ける人の方を評価するっていう感じですね。はい。だから本当にシンプルです。で、あともう一つ言うと、中身ですね。コンテンツ、人にとって役に立つコンテンツを書いたり発信している人の方を優遇します、 Google は。で、Google と Yahoo はほぼ似たような
AI の知能を持っているので、ほぼ Google が決めてると言っても間違いないですね。で、Google の仕組みはシンプルです。人に役に立つ情報を発信してくれてるかどうかっていう、もうここに尽きるので、まず大元の本文のここがそういうサービスにまずなってないとダメです。そしてそれを紹介していく、この内容、いろんな SNS 使っても、それが結構連動してないとですね、一貫性がないということなので、これもマイナスになります。そして、ここの中身に関しても、全部もちろん平均的にやる必要はないです。お客様がどこにいるのかっていうことを、ちゃんと見極めた上でですね、発信をしていかないといけない。例えば自分のお客様は割とインスタをよく見ている方が多いっていうんであれば、やはりインスタでの露出を増やしていかないといけないし、自分のお客様はどうやら YouTube をたくさん見ているらしいって言ったら、やはり YouTube の発信を増やしていくとか、自分のお客様はどこにいるのかっていうのを見極めた上で、発信の量とか内容を決めていく必要があります。もちろん余裕があるんだったら全方向にやっとく方が確率は上がります。ちなみに私はコンサル業になるので、今力を入れているのは YouTube とブログです。理由は2つです。1つは、その2つの媒体っていうのはネット上に何年経ってもずっと残り続けるので、検索されて見つかる可能性が高いメディア、広告と違ってその時だけ集めるものじゃなくて、ずっと記事が良かったりコンテンツが良ければ探してもらえるような内容になっているので、そちらがまず、ずっと残るメディアだからっていうのが、まあ、一つですね。クローズドじゃなくてオープンされているっていう。で、ちなみにブログもオウンドメディアっていう自社ブログと、あとアメブロとかっていう外部ブログがあった時には、オウンドメディア、自分のサイトの方にきちんとした内容を書いておいて、それを紹介するような形で見せるようにこちらのブログは使うっていうイメージですね。はい、全く同じ文章をコピペすると、コピペしたねっていうのは Google 分かりますので、楽してるでしょうっていうことで両方の順位下げるんで、そこも気をつけていただきたいところではあるんですけど、要はちゃんとこの人やってるよねっていう努力は一応認めてくれるという、そういう仕組みになっています。ただこれが料理教室とかお菓子とかパンとか、まあ、そういったいわゆる教室系とかになってくると、扱ってるものによって、インスタが得意な場合もあるでしょうしね。あと YouTube が得意、今後は多分 YouTube かなり注目されていくと思いますから、今度 YouTube の質が今度は争われるようになると思います。これはおそらく昔写真が今一つだった教室と、写真が上手な教室、要は成果物がとても綺麗に写ってる教室だと、自分もそれができそうな気がするから、当然そちらにイニシアチブが高かったんですけど、一般の人も普通に綺麗な写真撮れるようになっちゃったんで、さらに上っていう写真の撮り方ができないとっていうふうにだんだん変わってきているので、 YouTube も単なる動画を扱って、それができるだけでは、多分もう今後は厳しくなってくるんだろうなっていうふうに考える部分はあります。なので、その時代時代で求められるものが変わっているのと、自分のお客様がどこにいるのか、いる場所でやっぱり声を発信していかないと、無人島で来てくださいって言っても人が来ない。ショッピングモールとかでわーって叫べば、人は来てくれるかもしれない。じゃあ自分にとってのショッピングモールはどこなのかっていうのは、それぞれの業種業態によって違うはずなので。そんなのも考えていただく必要があるかなと思います。ですので、そのどのメディアを使うにしてもですね、アーンドメディア、オーンドメディア、ペイドメディア、どれを使うにしても、基本的にはコンテンツと呼ばれる提供するものを、とある特定の誰かにとって劇的に役に立つもの、コンテンツですね。これが核になって、それをどれだけ詳しく専門家としてきちんと伝えているかっていうことが評価される基準になっています。ですので、たまに自分のことを書くのは構いません。親しみが湧きますからね。
例えば何でしょう、私がそんな話をすると私のクライアントさんとか結構喜ぶんですけど、私食べ物でピーマンが食べられないんですよ。アレルギーとかじゃないです。単純に苦いものがダメで、ピーマンとパプリカ、パプリカは大丈夫って言うけど、いや似てるんですよ味ね。パプリカとあとシシト、これダメですね。でもゴーヤも大丈夫だし、セロリも大丈夫なんですよ。この3つはね、どうにもダメで、だからイタリア料理と中華料理は結構ね、危険率が高いんですよ。まあたまにね、そういう、こう自分ってどうなのみたいな話とかをするときに、まあ、そういうものを扱うときはあるんですけれども、まあ、生地の割合5対1、7対1ぐらいですかね、10対1でもいいぐらいかな、私の場合だったら。はい、そのプライベート的なね、ちょっと自分のことも含めた状態、あとはほとんど専門知識とか、まあ、こういったウェブマーケティングの話とか、あとはマインドアップの話ですかね、私の場合に多いのは。やはり男性のコンサルタントと違って、私の場合に女性の自宅教室の女性の先生から期待されている部分が、そのまあデザインとかビジュアルの方のセンスの部分と、あとはマインドの部分ですかね。はい、経営のとしてのことはもちろん教えるんですけれども、マインドアップの部分で見ていかなくちゃいけない経営者脳っていうのがどうしてもあるんですよね。で、そのあたりを一緒に見ていくっていうところが期待されてる部分があるんで、まあ、そんな観点からマインドの話とかもまあまあ語ったり書いたりとかしています。ですので、SNS は単に1個ずつバラバラに使ってもあまり意味がなくて、まあ、そもそもいいコンテンツですね。いいコンテンツっていうのは、特定の誰かにとって必要な内容になっているご自身のサービスとか内容ですね。で、それをまず自社のこのオンドメディアっていう中に表現をして、で、それを見てもらうために、まあ、この SNS 周りを使って引っ張る、広告を使って引っ張る、アクセスをウェブサイトに引っ張る。で、その後実際に集まった人たち、高額商品だと多分教育機関といって、ブログを読んでもらったりとかメルマガ読んでもらったりっていう機関があって、初めて1年後とか2年後ぐらいに申し込みが入るとか、そんなレベルです。で、あとセカンドステップ、サードステップっていうのは、さらに横展開でいろんな商品を買ってくれるのかとか、あとは長くね、その商品を使い続けてくれて、また違う商品を買ってっていうことをしてくれるのかっていう、まあ、そんな感じで設計をまずする。なので、初めて教室業を起業する先生はこの話を知らない場合には、まあ、まず集客からやりますからね、全体設計からやりましょうっていうことを要はお伝えしたいかなっていうところでございます。はい、まとめます。教室業の SNS の正しい使い方、動線を整理して効果的にメディアを使うのポイントは、お客様にとって求められるコンテンツをまず作る。で、それをオンドメディアに表現し、そのウェブサイトを見せるためにアンドメディアと呼ばれる SNS とペイドメディアと呼ばれる広告を使って、最終的に自身のサービスのところのウェブサイトまで引っ張ってくる。これがウェブ上でできるお話です。その後は対面のスキルになるので、これは制約っていう方のスキルになるので、これはまた別の話になりますが、一応ウェブサイトに引っ張ってくるといわれる、いわゆる集客の動線の設計の考え方を本日はお伝えしてみました。それでは。